じゃないさっかちゃんでーす。はい、というわけで皆さんこんにちは。こんにちは。今回も白米の時間がやってまいりました。はい、お時間です。今回の企画何ですか。今回の企画は何ですか。何ですか、クラちゃん。こいつ、こいつさ、あれだよね。あれとあれだよね。あれかなんだよ。また下手だよね。聞こえない。いやいやいや、下手どころじゃないよ。クソオンチだよ。お前が言うな。確かに村上くんは歌うまいけど、俺まあね、俺下手。お前下手だよ。いや前さ、カラオケ行った時もさ、一番採点ね、低かった。うん、ゴミだった。いやまあ点数は点数じゃない。何言ってんの。またまーなんかぐーぐーぐーさ、戻ってからこぼれそうなほど君にもらった愛はどこに。なんか点数が全てだよ。当たり前じゃねえかよ。全てなんだよ。そうですか。ゴミずっと。それがどうしたんだよ。点数ザコだったから、とりあえずお前点数上げる練習しろよ。カラオケで。カラオケじゃない。どうやって点数上げる練習でしょ。点数上げるためにいるじゃないですか、プロが。あー、あれっすか、普通にボイストレーニングみたいな。そうだそうだよ。行くんすか。行け行けよ。お前は下手だからな、歌が。そうだよ、雑魚だから。下手だ、ゴミだ、下手、ゴミ、下手、うんち。そんな言う。一軍だよ。そうだよ。俺一軍だから。で、俺も二軍。俺は三軍と。うん。そう。三軍だから歌わなきゃ。もう場所は決まってるんですか。場所決めてないよ。ね、お前が調べる。俺が自分で調べてわざわざ行って動画撮ってくるの。そう。ポイントで始めまーす。そう。全部お前がやる。そう。今から交渉しに行かなきゃいけない。そう、そういうこと。動画撮ってもいいですかっていうのもお前がやんなきゃいっぱい調べて。そう。くそ。まあ、歌うまくなりたいから、まあ、お金は出るんですよね。出ないよ。自信ない。お前だって、お前のためだよ。お前のためを思って俺らこうやって言ってんだから。そうそう。俺らは助言してるだけだよ。全部自費なんだ。そうだよ。そうだよ。自費だよ。自費。で、俺らも自費だよ、これ。そう。おえぇうぜぇ。じゃあ、行かなきゃいけないですか、これ。強制で？だって、うまい歌くなりたくなりたいの。何？だって、歌うまくなりたくないの。うまくはなりたい。確かに、俺のコンプレックスだよ。音楽の授業とかでも俺、口パクでさ、ああ怒られてる。前出ろって言われてさ。お前が一番声出てないんだよ。それは口パクだからなって思ってたんだけどね。そうね。そんなこと言われてたんだ。もうめちゃめちゃ怒られて、なんかパートリーダーがお前に合わせるのか、お前がパートリーダーに合わせるのか、どっちなんだよって。ちなみに僕パートリーダーでした。全部実話じゃんこれ。確かに行かなきゃいけないなとは思ってた。うん。だって将来的にさ、なんか音楽とかもしかしたらやるかもしんないよ。そう、俺も YouTube でね。大学とかでさ、なんかカラオケ行ってもやっぱ歌えないですよね。恥ずかしいから。恥ずかしくて。雑魚だもん。だからさ、行けよ。まあ行くわ。もう行け。手動いい。頑張って調べるわ。で、調べて、動画撮るのがめんどくさいね。まあそうだね。まあそれはまあ頑張って、それも交渉ぐらいはできると思う。あ、確かに。絶対怒られるでしょ。めちゃくちゃ怒られる。やる気あんのみたいな。それは。何何しに来たの。ダメんだ。逆に。大学生ダメんだ。俺らのこの軽いノリで行かせるもんね。ただプロからしたらめちゃくちゃこいつなんだってなるよ。向こうはさ、本当に上手くなりたい人たちが行くところじゃん。で、こんな軽ふざけで行くわけや。いや、俺は本気だよ。まあ、プロになってくるわ。ガチで言ってるこいつ。まあ、頑張れば。ちなみに何日か行くの。ああ、わかんない。2日ぐらい。短。軽すぎだろ。短。こいつバカになれてる。そんなお金ないわ、俺。まあまあ、ボイトレなんて何万とかかるんですよ。そうなの。1ヶ月。知らんけど。だいたい月謝で何万みたいな取られる。そうなの。そんな金ないんで、僕は体験レッスンの2日とかで、うまくなってみせます。まあ、行こうか、じゃあ。おお、早っ。それでは皆さん、ご一緒に、いただきます。はい、じゃあ、こんにちは。こんにちは。くらくんですか？あ、はい。くらくん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気ないね。いや、元気っす。全然元気ないよ。今日何しに来たの？今日は、歌うまくなりに来ました。あ、まあ、ボイトレに来てるんだから歌うまくなりたいんだろうけど、はい、普段何してる人ですか？YouTuber やってまして、YouTube に動画投稿してて、うん、グループでやってるんですけど、そのグループ内で一番歌が下手な位置にいるんですよ。下手な位置にいる。なんかそれ判断されたの？カラオケで、うん、あのみんなで歌って一番点数が低くてみたいな。うん、別に点数が低いからって歌が下手ってわけじゃないけどね。あと人前で歌が歌えるぐらい上手くなりたいなっていう。その歌でプロになりたいとかじゃなくて、要はみんなにからかわれて歌下手だからボイトレ行ってこいやみたいなノリなんじゃないの。あ、まあ下手だ、ゴミだ、下手、ゴミ、下手、うんち、行け行けよ。まあ、いや、自分の意思で上手くなりたいな。上手くなりたいと思ってきたの。はい、わかりました。そしたら一回ちょっと歌聞かせてください。あ、はいはい。
じゃあ一回歌ってみましょうか。あ、はい。歌詞覚えてるの？あ、一応覚えてるつもりです。はい、じゃあクラ君、この天の尺っていう曲を、はい、一回歌ってみてください。はい、僕がずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。メリーゴーランドみたいに回る僕の頭、肩はもうぐるぐるさ。この両手から溺れそうなほど君にもらった愛をどこに捨てよう。限りのある共になって僕はいらないよ。僕にはまだわからず捨てるあてもないんだ。言葉の裏の裏が消えるまで待つからさ。待つくらいならいいじゃないか。全身を弱むさ。この両手から溺れそうなほど君にもらった愛をどこに捨てよう。限りのあるあ愛だろう。まだ歌詞見てたけど、最後覚えてないの？いや、少し忘れて。忘れて？一番のサビ歌っちゃったんだね。あ、はい。これさ、自分で歌いたいっていう曲なんだからさ、覚えてこなきゃダメじゃない？はい。ね、テンション上がって忘れたのかもしれないけど、まずそこだよね。なんかその、思いを持ってこないと、絶対上手くなんないし、ボイトレ以前の問題になってくるから、ちゃんと歌詞覚えてきて、ちゃんとボイトレやります？頑張ります。何日で上手くなりたいの？2日で、2日で上手くなんねえよ。2日とかで上手くなってみせますよ。まあじゃあ上手く歌えるコツを習いに来たってことだね。はい。2日で上手くなりたいはさすがに舐めてるわ。2日で上手くなりたいとか、まあありえないけど、まあやるだけやりましょう。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。わかりました。じゃあやりましょう。この曲自分で選んだの？この動画内で。動画内で歌いたいから。みんなが知ってる曲っていうので、この曲。そもそも、はっきり言わせてもらうと、難しすぎる曲が。リズム取れてない、音程取れてない、発音ちゃんとしてない。カエルの歌からやろうか。カエルの歌。この4つの音なんだけど、これを全部ラーで、ラー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 、一音ずつ出してみようか。いくよ、せーの、ラーラー。違う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 、もう一つワンオクターブ上で、ラー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 。いくよ、せーの、ラーラーラー。マジでやってんの今ね。ラーラーラーって最初の音は当たるんだけど、そこからラーって下がってんの。これをまっすぐ音出るように、ラー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 、せーの、わかった？その声の出し方絶対わかってないでしょ今の。この両手からかいてね、ワン、ツー、スリー。この両手からこぼれそうなほど君にもらった愛をどこに捨てよ。限りのある
ある消耗品なんて僕は。今ね、なんかこの両手からこぼれそうなほらってなってるね。ほらってじゃなくて、このね、鼻の中、鼻腔を鳴らしたい。で、こういうのできる。にゃー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 そうそうそう。ニャオみたいな感じで、この両手からって歌ってごらん。ワン、ツー、スリー。この両手からこぼれそうなほど君にもらった愛をどこに捨てよう。ギリのある、うん、少し歌いやすくないこと。で、この一番さ、ハッハードのとこ高いじゃん、はい、あんまり力まないで、ハッハーはぁーって。はぁーにゃーって近い感じ。はぁーだーんはぁーだーんはぁーだーんもう一回最初から。ワン、ツー、スリー。この両手からこぼれそうなほど君にもらった愛をどこに捨てよ。限りのある消耗品なんて僕はよくなってきてんの。あ、言ったこと全然できてないわ。やる気ある？やる気あります。窓から吹き込む春色の風は新しい出会いの僕たちは随時検証やドッキリなどの企画を募集しています。採用された方にはギフトカード1500円分を贈呈させていただきたいと思います。詳しいことは概要欄の Google フォームからお願いいたします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。